ポイント交換お願いします。お、来た、魚のラグかな、来ました。あと1個魚のポシェットですね。あと1回参加すれば全部揃うかな、これは。よし、じゃあ最後気合い入れていきますか。大会に参加する。ゴー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 プレイボール、巻きを巻くぞ、巻き巻いてだ。よし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 、プレイボール。あれ、こっちから釣るか。よし、1匹目ナイスー、ナイス、土壌ナイスー。2匹目、お前だ、巻き絵の。あー、なんでーそう言っちゃうかな。はい、移動するね。よし、 OK、 1、 1ですよ。で、これをきれいに釣り上げる。 OK、 2匹目、ネオンテトラ、ネオンテトラ綺麗だよな。これの複製、複製じゃない、剥製欲しいですね。よし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 、3匹目釣るぞい。カモンカモンカモン。おい、一発目からこれはいい出だし。ネオンテトラ、おお、いいじゃないですか。ネオンテトラめっちゃさ、目ビカビカだよね。なんかあのチャオみたいなさ、チャオとかに出てきそうなアニメの、アニメというかチャオの漫画に出てきそうな女の子の目してる。来い、おい、いいよ。4匹目と。よし、そして次だ、次次。おらおらおら、巻き屋いっぱいあるぞ、まだ。全然いいよ。あ、ちょっとこれ遠いな。来い。おお、一発目から。これは、これはとてもいい。こういいペースで進んでます。10匹ぐらいいけんじゃないか、今回。ねえ。これ、俺がこれから先、もうミスんなければいけるよ。さあ、一発目で食いついてほしかった。あ、二発目でも全然いい。二発目でも全然いいよ。はい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 。あと1分で4匹。あと1分で4匹。しかもネオンテトラめっちゃ来るやん。いいぞいいぞ。これぞ釣り大会の醍醐味。え？何が？適当に喋ってるけども、脊髄反射で喋っております。実況者のゆきじ。さあ、果たして7匹目綺麗に釣れるのか、じらしてきます、じらしてきます。残り45秒。さあ、来た来た来た、7匹目。1分で4匹釣りたかったが、それはさすがに厳しいところ。残り37分、今までの経験上、あーっと、ここで、ここでタイムロスが発生してしまった。このタイムロスは非常にでかい。あのタイムロスさえなければ、残り 1匹はプラスでつかめたんではないでしょうか。3、2、8匹目、おっと、これは2発目で、2発目でのネオンテトラ、これは完璧。チャオのお目目がピカピカと。そして最後いきましょう。1個餌を巻いて、残るは小さい魚。これはすぐに気づいて、一発目で食いついていただきたいところ。気づくのがちょっと遅い。そして一発目で食いつかなかった。そしてミス、これはタイタミス。8匹でーす。はい、ウィウィー、お願いします。ウィー、上がるー。よし、これネオンテトラって高いんかな。ネオンテトラ今回めっちゃ手に入ったけど、全部買い取って、高い気すっけどな。うーん、そんなだな。そんなだな。よし、で、ポイント交換、これで多分全部揃うと思うんですよね。そしたら今日の俺の釣り大会のは終了、終焉って感じなんだけど。はいはいはい、ありがとう。え？ああ、そうだよね。ポシェットだもんね。お魚ポシェット。来たー。釣り大会は午後6時までチャレンジできるからね。ガンガン参加してポイント貯めてね。ということなんですが、これにて一件落着って感じですね。私の釣り大会はこれで終了しました。で、ちょっと現物確認しに行きますかね。はい。というところで、今回の品々ですね。このお魚、パニック、パニックってなんだ。脊髄が過ぎるぞ。ですね。まずこのお魚、ちょっと俺がいると見えにくいね。お魚ポシェット。そして、これなんだ。ちょっと待って。
ってよ。ちょっと、攻略サイトの方を開かせていただいて。二つ目の、ここに下げてのフィッシングバッグ。そして、お魚 T シャツ。そして、この傘ですね。お魚の傘。んで、魚卓だよね。壁に飾ってる。で、このロッド、スタンド、怒り。この干物がすごく好き、俺は。これ。これが一番好き。で、あと、クーラーボックスね。生かすクーラーボックスで着替えようかなと。着替えることができるんですね。そして、この足元に先ほど引いたラグと、この壁紙ですね。これ、アンチョビかな？アンチョビ？ヤマメ？ヤマメっぽいね。なんだろうね。で、ここにですね、俺、ちょっと、さっきね、気づいたのがあって、床板で、川の流れる床って俺持ちするんですよ。これを敷くと、ほら、いい感じに釣り。いい感じになんか、釣り人だね。これ釣り基地ですよね。ええー。で、ちょっとこのラグの位置が気になるんで、こうかな？こんな感じがいいですかね。あ、ってするとなんかね。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いいね。なんかこう、釣りに来ました感があるね。うん。まあでもこの釣りロッドのものはちょっと外に置いときたい感あるからな。ちょっと外の方が、整備するまではこの部屋はちょっと釣り部屋にしときます。いいね。いいですね。すごくいい。これでひとまずは今日やりたかったことは以上と思いましたが、違いますね。インフラ整備のご相談、ですね、区画整理をお願いします。住民の家ですね。で、提案するのはバーバラ姉さんち。うん。はい。お願いします。はい。バーバラ姉さんちを、一回ね、結構前に、あ、ごめんね、釣り大会の途中に。ごめんごめん。ちょっとね、映ってもらいたくて。うんうん。前も一回映ってもらったけどね。ごめんなさいね。ちょうど気分を変えてみたかったとこさ、いい場所を選んでおくれよ、かな。もう、超いいベストなね。もう、任せて俺に。はいはいはい。はい。で、移設キットはちょっと任せていただいて、で、あと次、もう一個インフラ整備のご相談ということで、橋や坂のご相談と。で、坂を作りたいです、私。はい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 。ですね。俺さ、この二つが高い理由がいまいちわかんないんだよな。なんでこれ高いんだろうね。あ、レンガの階段ですよね。お願いします。場所はちょっと僕で選んでくるんで。はいはい。OK です。それでは。まず、ここですね。ここに、坂を。あれ？うん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 。想像してみよう。あ、いいじゃないですか。目がめっちゃかゆい。オッケー。よーし、オッケー。で、こいつに蜜がんといかん。あ、てか ATM で金下ろしとくべきだった。しまったね。引き出す。20万引き出すと。で、明日株をね、買うんですよね。なので、
まあ、ローンの返済しちゃっていいんじゃないかなってちょっと思ってるんですよね。まあ、全額 OK 一括支払いで、残りある100万、まあ、10万手元に残しとくとして、残り10万残った分で株を買うといういつものねやつでいこうと思います。この魚釣り大会さ、優勝は誰みたいなあるんかな。198,000、めっちゃ高えな。出せるだけ。はいはい、 OK、 これで明日ここに立ちますね。レンガの階段が OK、 OK。 そしております。でバーバラ姉さん家をね出るんだけど、姉さん家はここら辺に建てようかな。ここに建てる、建てれるかい。結構ギリギリだね。ギリギリには建てたくないな。もうちょっと左、あ、じゃあ右、いや、ここら辺の位置がいいんじゃない。ほら、想像してみる。うん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 、オッケーじゃないですか。オッケー、オッケー。バーバラ姉さん家を移動させた後は、3段目の段差のところをきれいにして、俺ん家を移設すると。移設させた後はまたゆっくりやろうやって感じですかね。で左のところ、左のところでいっか。で次の坂はここですね。ここに作りたいね。うん、 OKOK。まあ、とりあえず住民たちがこの下に降りてこれる環境をね、ちょっと先に整えたかったっていうのもありましたので、まあまあまあ、ここをね先に作るのはやぶさかではないというところですかね。であとはボルト、アリゲッティかな。次うちを移設させたいのはアリゲッティさんのところを、あの住民のところ、住宅街のところに移動させて、上の方の整備もね、ちょっと引き続き行っていきたいというところですかね。よし。このプレゼントなーに？大量機。あ、大量機？あ、いいじゃん、いいじゃん。あれ？俺、前大量機持ってた気がするけど。確か持ってた気がするな。もし持ってたら、今日、誰かに送りつけるか。釣り大会どうでしたかみたいな。私はプレゼントの通りです、大量バターみたいな。なんちゅう野郎や。お、いいじゃんいいじゃん、大量バター。あ、大量バター違うわ。一回たぬきちのみ、あのたぬき商店で見て、お、大量バターなんてあるんやねーつって買ってないんだわ結局。いやー、もう今日に合わせてやってきとるね。よお、おはようございます。はい、4月12日日曜日午前11時21分です。今日はイースター、朝から広場が賑やか。どなたかいらっしゃってるようです。あの狂気ウサギでしょ。はい、わかりました。はい、母ジャスティン、ケケケイジ、ケケケイジ、ジャスティン、いつも釣り大会に参加してくれてどうもありがとう。これまでの合計ポイントが100ポイント台に到達したので記念品を送っちゃいます。次の大会もぜひ参加してね。俺多分300以上稼いだと思ったけどな。100ポイント台に到達？そんな甘いポイントじゃねえぞ俺は。もっとやったぞ。
釣り大会代表ジャスティン、ポケットにしまう、ハッピーホームアカデミー、75,164 ポイント。お、なんか増えてる。前6万ちょいだったよね。ランク S、まあ、S なのは変わらずということでね。これ S が多分最高ランクなんだよね、きっとね。今回おうちの評価3万点を達成されましたので記念品をお届けしますと。ポケットにしまうと。ありがとうございます。で、母どうしました。舞い落ちた桜、ひとひら髪飾る、花のダンスに心も踊る、花粉も待ってます。母より。花粉症なのかな、我が母は。プレゼント開けましょうか。これがアカデミーの銀の盾、これが母のティッシュケース。ティッシュケース、ケケケケージ。なんかバーバラさんがなんか可愛い服着とる。ちょっと、そっちが気になっちゃうよ。銅の魚トロフィー、はいはい。バーバラ姉さん引っ越せたかい。引っ越してるね。よし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 、いい位置じゃないかこれはね。え、あ、狂気ウサギがおる。バーバラ姉さん何その服、可愛いじゃん。さっきなんとなく Q 揺すってみたら、あ、もういきなりイースターの話。可愛いじゃん。もうこの格好見れただけで、今までこう卵がいっぱい落ちてきてね、ちょっと腹が立ってた部分も正直ありましたけれども、正直なところね、卵ばっか来るじゃねえかなんてね思ってたけども、この格好を見て満足ですね。イースター最高。うん、ね、今日もしかしてイースターの話しかしないかい。もしやねえ、もしやそうなのかい。ねえ、おい狂気ウサギ、おいこら、どうなっとんねん。おい、どうしてくれんねん。うちの島の住民をイースターの話しかせんくなってしもうたやんか。おい狂気ウサギ、こら。いや、こんにちは、こんにちは、ちゃうねん。新しい季節を知らせに来ました。ラッキーバニーのピョン太郎だよ。おい、もう洗脳やないか、これは。洗脳って言うよ、これは。うん、僕を見つけちゃった子だね。僕に会ったことを約束通りちゃんと秘密にしてくれたよね。ああ、秘密にはしとったよ。でも、ツイッターにはいっぱい目撃情報流れてたけどね。もうちょっとちゃんと言語統制した方がいいんじゃないか。それはともかく、いよいよ今日がお祭りの本番だよ。ああ、奥太郎が走り回ってる。かわいい、かわいい、かわいい、かわいい。イースターのお祝いってことで僕と一緒に遊んじゃおう。いいかい？それじゃあ行ってみよう。卵を探そう、卵を探そう、いろんなとこに隠されてるぞ、どこにある、どこにある、いろんな場所を探してみよう。ラップみたいになったな。分かったかな。お祭りの本番といってもやることは同じ。島のあちこちに隠された6種類の卵をかき集めてね。ありてけの夢を。おい、前回も歌った気がする。いいものプレゼントするよ。そして、はい、これ。ああ、待ってた待ってた。イースターのアーチのレシをあげちゃいますと。じゃあアーチも DIY しないといけないということですね。あー、レムかわいい。おピンピン、その格好で、おピンピン。アリゲッティさんなんか元の服もそんな感じの色だから、なんかあんまり変わってる感じしないね。ペンキン2人はち切れそうになってる。株を僕は買いに行くんだ。うん、時間がないよ。ちょっと、この2人が喋ってる。フラペチーノ、あー、どうした、どうしたんだい、フラペ君。悩ましげなため息なんかついて。いや、ペンギン同士が喋っとる。昨日音楽番組に出てたアイドルが超キラキラしてたの。それ見てさ、あたいこのままやっててあの子のレベルまで上り詰められるのかなって。いや、もう十分ですよ。もうこれからどんどん登っていける。君はトップアイドルだ。柄にもないじゃないか。いつもの君でいてほしいと僕は願うよ。お前彼氏か、彼氏ずらしとるんか。君は燃え盛る炎に飛び込む不屈の夏の虫。そうだろ。夏の虫って言葉がいいかどうかわかんないけどね。ちっぽけな値でも熱いハートと行動力があればトップアイドルになれるってことだね。ピンときた。君は我が最高プロダクションに入るべきだ。がぜんやる気出てきた。スーパーなトップアイドルを目指して値頑張るよ。ヒヤリヒヤリハット。はっはー、いいね。輝きを取り戻したようだ。今後の活躍期待してるよ、ベイベー。いや、ボルトさんいいね。
しかも話し終わったと俺に俺の方向いたのめっちゃよかった。まず金、あ、3万ベルだ、やった、やったやった。ですね、この木を植える、お金を植えるときになんか1万ベルだと1万ベル確率なんだけど、それ以上だと確率でその植えた数だけ生まれるらしいんですよ。あ、何、あ、はい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 、はい、そう、お金の話に戻るとそういうのがあるんで、一番ね、その効率のいい埋め方、あまり損をしない埋め方は何かっていう話になった時に、3万ベルを植えることで、仮に3万ベルなったとしても、3万ベルがもし確率で3万ベル植えたとしても、失敗すれば1万ベルなんですよ。1万ベルが3つなるんですよ。ここで頭のいい方は気づくと思うんですけど、それで1万ベルになったとしても3万ベルなんですよ。僕は3万ベル植えた、失敗しても3万ベル返ってくる、損はゼロでも得をするんですよ。その最終的には6万ベル成功したら3万3万3万合計9万で、3万植えてるから6万返ってくると。でそんなに低い確率ではないということで、まあ、通常であればね、1日2万ベルずつこう収益があるんですけど、まあ、その2万ベルを蹴ってでもその6万ベル一気に稼いだ方が最終的には後々いいんじゃないかっていうね、なんか飲みまして、3万ベル最近植えてます。というところで ATM を100万、よし、預金には10万だけ残して、いねえな、あ、いた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 、どうもどうも、あ、いらっしゃい、うん、今日は何円？93ベル。93か。93ならいいでしょう。買います。よし。今週も株を買い上げました。やべえな、この数。やーば。まず、ちょっと島クリエイターでここをきれいにしたい欲が強いので、ちょっと工事を始めます。話してる、今日みんな活発にお話ししてるね。私は将来マルチに活躍できるアイドルを目指してるんだ。もうアイドルだよ、大丈夫だよ。マルチって何？ふわー、あ、レムか。簡単に言うと、いろんな特技を持ってるアイドルになりたいってこと。ゆきじちゃんはどんな特技があればいいと思う？ですね、ちょっとなんか訳ありな感じで出すといいんじゃないですかね。訳あってアイドルみたいな、アートな感じ。サバイバル能力、これだとフレームになっちゃうな。料理上手、これはね、料理上手ってなっちゃうとカフェパレードでしょう。で、アートな感じ、アートな感じは今、アートな感じいないかもしれないな、いない。アートな感じでいこう。アートって下手馬もありだよね、与えてもいけるかも。要は発想力だよね。そうそう、その通り、発想力か。飛行機雲でお空にいっぱいお絵かきするのはどう？何を言っとんのじゃ、レムは。確かにすごい発想ではあるけど、絵を描くためにパイロットの資格は取れないかな。レムやっぱちょっとサイコパス感あるよな。面白いわ。レムを挟んで絵モート取らないで、君たち。レムが今ちょっと、え、僕じゃないの？みたいな反応になってたよ、絶対。かわいそうだからやめてあげて。あれれ？君もしかして、僕が隠したレシピのアイテムを本当に全部作っちゃったの？作りましたよ。当たり前じゃないですか。すごい、とっても大変だったでしょう。頑張ってくれたんだね。おぉ。じゃあ行くよ、せーの。なに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 ？おい！怒るに決まってんだろ、ぴょんとろい、こら、こっちは覚悟して今リアクションの準備とっとったんじゃ。なんでやねん、こら、おい。実は今日のために用意したレシピはもう一個あるんだ。ほら、これ。の、ありがとうございます。ぴょん太郎の起き上がりこぼしのレシピだよ。さあ、これが最後のチャレンジだ。
もしこれも作ってきたら今度こそスペシャルなご褒美をあげちゃうからね。あともう一踏ん張り、頑張って頑張って。仕方ねえな、供給先作ってきてやるよ。起き上がりこぼしってあれでしょ、あのなんか倒しても起き上がってくるやつでしょ。これだ。怖えって、怖いって、これやめた方がいいって。やめといた方がいいと思うな、これ。これ机の上とかに置いちゃうか。おお、いいじゃんいいじゃん。音が嫌だね。なんかさ、俺喘息なんですけど、喘息できつい時の息遣いのピーって音が鳴るのよ。それがなんか聞こえて嫌だ、これ。このピーポーピーみたいなさ、聞こえるじゃん。これがなんかすっげえ喘息をね、思い出して嫌だ。すごく嫌。ほら、作ってきたぞ、供給詐欺。その顔、ひょっとして、ぴょん太郎の起き上がりこぼしも作っちゃったの？当たり前じゃないですか。本当の本当に全部作り切っちゃったんだね。すごいや、おめでとうでしょ。そんな、とうてもとうても、頑張ってくれた君には、スペシャルなご褒美をあげなくちゃね。なんだろう？何くれるんやろ？あ、DIY のレシピ？イースターなステッキが作れちゃう、ハッピーなレシピだよ。あーね。またレシピか、なんて言わないでね。でもこれ多分、星が必要でしょう、じゃあ。じゃあ最後は特別バージョンで、せーの、ハッピー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 。